おはようございます。今日は僕が休日のモーニングルーティンやっていきたいと思います。まあリアルな僕の朝をお届けいただければと、お届けいけたらと思います。行きましょう。はい、ということでまずはトイレをしたいと思います。そんなんいるか、いちいち。あー、すっきりすっきり爽快です。朝の一発目のトイレ。はい、ということで次は歯磨きをしていきます。朝一やっぱりね、口はめちゃくちゃ汚いんで、僕はね歯磨きをちなみに30分ぐらいしてしまいます。長すぎたらなんか歯に良くないって聞きますね。でもいつも気づけば30分ぐらい経ってます。でここで磨くんじゃなくて僕はソファーに行きます。ここでひたすら携帯をいじりながら30分ぐらい歯磨きします。僕30分やりたくないんですけど、携帯触って寝転んでたらうとうとしながら知らん間に30分経つって感じです。ちなみに寝転ぶ理由は口にされるからです。ここに経験ありませんか皆さん。歯磨きってここにこう広いのがこう垂れる感じ、あれが嫌なんで寝転んでます。ベロ磨きやっちゃいましょう。いつもねこれ絵好きながらもう毎日ベロ磨きはやってます。もう慣れないんで、もうなんなら耳鼻科のあのベロを押さえてこうブーってやるやつ、のどちんこ見るやつ、もうあれもう 0.1 秒ぐらいで、うっ、子供の頃から未だに治りません。誰かコツを教えてください。そして次は寝癖を直します。水で寝癖を直していきます。全体をまず濡らし、そしてドライヤーをかけます。えって思う人いると思うんですけど、アイロンをします。この短さにアイロンがいるわけですよ。くせ毛なんで。サロニアのヘアアイロンです。アイロン何買ったらいいかわからない人、ぜひ騙されたと思って買ってください。コスパも最高です。ちょっと熱いんで扇風機かけますね。重力に逆らう感じでこんな感じでやってますね。もうクセ毛の人分かると思うんですけど、もう直毛で生まれたかった、ただそれだけをアイロンしてる時毎日思います。もう特に雨の日は思いますね。もう雨の日はもう生きていけません。直毛に限ります。直毛に生まれ変わるなら変わりたいと思います。とまあこんな感じでアイロンするんですけど、今変わってません。ちょっと熱いんでやる気失せました。まあこんな感じですね。これが洗面所で僕がやることです。ということでね、次は朝ごはん作っていきたいと思います。何を作るかというと、いつも決めてません。今日あるもんで、じゃん、これですね。スウェーデン、そうですね、イケアです。10個です。これとこれとこれで普段1000円なんですけど、この前699円で売ってたんで買いました。レッツクッキン。まずはね、パンを揚げていきましょう。切れてますね、もう。ほな、もう茹でて挟んで終わりか。何個食べよう。こちらもイケアとなってます。まずは茹でてええの、焼こうか。焼くことにしました。とりあえずこれはいりません。開く気配がないぞ。はい、パーン、えぐい。これを水洗いします。水でほぐそう、水でほぐそう。ホトトギス言うてますけど、あ、取れた、取れました。じゃん、準備はこれぐらいです。ガスをつけます。換気扇もめちゃくちゃバチバチ言ってる。うまっ。やばない、やばない。いいやん、結構いいですやん。ええ匂いしてますさかい。普通は何なん、茹でんのか。イケアのやつは茹でたあるな、あれ。じゃあこれ699円ってことは3個で1個は69円、 69.9 円。安っ。210円です。このパンたちも合わせて210円。油かけた方がいい。サラダ油をちょっと注いでいきたいと思います。ええ音なんていいだ。中凍ってる説あります。この3つのパンたちをオーブンで焼いていきたいと思います。俺顔白、ヒゲは昨日剃ってるんで。
なった。完成。ここに挟みます。そしてここに挟みます。いやーうまそう。いい、あたたた、完璧。じゃじゃーん。マヨネーズとピザソースでいきたいと思います。うん、本当美味しいよね。コストコのやつもイケアのやつも本当美味しいよね。本当標準語だね。まあいつも朝ごはんはこんな感じであるものを食べるのが多いんですけど、でも本当は朝からこうハンバーグとかエビフリアーとかガーリックシュリンプとか食べたいですね。うん、結構ボリュームありますわ。もう一段階味を変えたいと。もうこれしかないんで、お好みソース、お好み焼きみたいになるんちゃう。めっちゃうまいな。朝からいただきます。うん、味変わったよね。だいぶ変わるよね。ケチャップ飽きちゃうよね。こっちの方がありかも。お好みソースおすすめです。マヨネーズも最後はかけて、もうお好み焼きですね、味付けは。うん、いけちゃいます。朝はね、なかなか喉通らないと思うんですけど、無理やり食べます、食べるときは。うん、これは愛ちゃんがいつも作ってるルイボスティー。お花の味がします。不思議です。うまかった。キンキンに冷えてやがる。とまあこんな感じで朝をいつも過ごしてます。まあ休日はこんな感じですね。だら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 一人の時間を楽しんでます。今度はね、二人でいる時の朝の流れとかそんなのやっていきたいんで、今回僕のまあこれをモーニングルーティーンというのかちょっと分かんないですけど、ここまでが僕の朝の流れです。あとはゆっくり過ごします。またね、ナイトルーティーンなんかも撮りたいなと思ってます。また皆さん見てください。あと腹筋ローラーだけあと3回やるの忘れてました。それでは僕の腹筋ローラーでお別れしましょう。バイバイ。よし、1、2、3。